ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回はキヤノンから新型のカメラが発表されることが明らかになりましたのでご紹介したいと思います。今回キヤノンから発表された場所、かなりわかりにくいんですが、キヤノン公式ページの個人のお客様ページのところに、プロダクトニュースというところがあります。このプロダクトニュースのページの方にこちら、このような画像とともに新しいカメラが発表されることが予告されています。5月11日木曜日、Vlog の新しい可能性というメッセージとともにこのような写真が掲載となっています。まあもう言うまでもなく、このピンク色の布の下に隠れているのが今回発表される新しいカメラ。そして Vlog というところからもわかる通り、いわゆるソニーなどでいうところの VlogCam に相当する製品。それが今回キヤノンから発表されることになります。まだ具体的なこのカメラの外観などは明らかになっていないものの、この画像からわかるところもありますので、今回発表されるカメラの特徴。それから、まあ結論言ってしまうと、今回のカメラ、買わない方がいいっていうのが結論ではあります。なぜ今回のカメラ、買わない方がいいのか、その辺の理由につきましても後半ご紹介したいと思います。では早速今回のカメラ、どういったものになるのかご紹介していきたいと思います。画面の方を切り替えました。ちょっとこの状態では、このカメラがどういったものになるのか、わかりにくいところもありますので、画像をちょっと加工しながらどういったモデルなのか、この布の下に隠れているカメラの全貌を見ていきたいと思います。何をやるかと言いますと、こちら。影になっているところを明るくしてやります。こんな感じ。で、これでもまだ見えませんので、もう少し明るくしてやります。こんな感じ。もうこの辺ぐらいからなんとなく見えてきたかと思いますが、こちら、このぐらいにすればわかるでしょうか。ちょっと画像の方が小さすぎますので、もう少し大きくしてやります。画像の方をこんな感じで拡大してやります。どうでしょうか。この布の下に隠れているカメラが少し見えてきたかと思います。このような画像からわかる通り、今回発表されるカメラ、かなり角が取れた丸っこいデザインであるということがわかります。さらには、スタンドがついているのもわかります。このスタンドは折りたたみ式のスタンドとなっていて、使わないときはカメラのボディ側に畳んで収納することができるスタンドとなります。この画像からはまだ詳細が分かりませんが、もしかしたらこのスタンド、角度が90度固定なのかもしれません。あまり角度調整ができるような複雑な形状はしていないように見えますので、スタンドを畳んでおくか、あるいは開いて90度の位置で固定しておくか、この辺の2択になるかもしれません。もしかしたら途中90度だけではなく、この辺45度まで傾けることができるとか、そういった構図になるかもしれませんが、なんといってもスタンドが小さすぎますので、あまり角度の傾斜を緩くしてしまいますと、カメラ自体が倒れてしまう心配もあります。ですので、パッと見た感じ、この簡易的なスタンドですので、90度固定のように見えてきます。そして、この小さな、少し頼りのないスタンドがついているということからも、このカメラ上の方、一見するとレンズ交換式のカメラのようにも見えますが、このスタンドで固定できるカメラということですので、おそらくはレンズが交換できない、いわゆるコンデジのような製品になることが予想できます。で、少し引いてみますと、今回のカメラ、レンズ部分がかなり上に寄っているのがわかるかと思います。一般的なコンデジの場合ですと、カメラの中央付近にレンズがあることが多いんですが、このモデルはレンズがこのように縦持ちした際に上の方に来るように配置されているのがわかります。ですので、こういった形状からも縦取り、そういったことがしやすいモデルになっているとも言えます。またこの位置にレンズを持ってきた理由としましては、当然縦取りで自撮りすることを想定していますので、映っている映像を確認できるモニターがこの部分についている可能性があります。 GoPro のように前面側にもモニターをつけるため、あえてレンズを中央からこちらの上の方に寄せて配置しているというふうにも見えます。ここに搭載されるであろうディスプレイがタッチパネルになっているのかなっていないのか、当然それは画像からは分かりませんが、使い勝手を重視するならば当然タッチパッドにしている、その辺も予想できます。ではこういったカメラ、過去には販売されていなかったのか、キヤノンが販売しているコンパクトデジタルカメラ、どういったものがあったのか、ちょっとおさらいしてみたいと思います。キヤノンが現在販売しているコンパクトデジタルカメラ、こちらもまだ公式ページの方にはちゃんと掲載されており、現在でもコンパクトデジタルカメラ販売していることがわかります。現在のラインナップはやや上級モデル、上位モデルが中心となっています。もう忘れてしまっている方も多いかと思いますが、実はリコンの GR のように APS-C のセンサーを搭載している PowerShot G1X Mark III、 こういったものもありますし、あとは1インチのセンサーを搭載した G5 シリーズ、G7 シリーズ、こういったものも販売となります。基本的にはこの形状のカメラは全て1インチか APS-C か、割と航空機種、大きめのセンサーを搭載したモデルが中心です。一方のズーム倍率が高いモデルになりますと、こちらさらに小さなセンサー、 2.3 分の1型のセンサーを搭載したモデルもありますが、ちょっと今回予想していたようなレンズが片側に寄っているカメラ、この辺はこのラインナップにはありません。このように縦向きに配置しているこのカメラ、EXI650、これもまだ現行機種ではありますが、これもレンズの位置はどちらかと言いますと中央に寄っています。ですので、今回発表されるカメラが現在のキヤノンのカメラのラインナップにない、全く新しいデザインを搭載しているということが、この辺のラインナップからも伺うことができます。ただし、調べてみますと、他社では同様のカメラ販売されていました。例えばこちら、カシオが販売していた EXILIM TR15 というカメラ。こちらは自撮りに特化したカメラとなっています。もちろん自撮りだけではなく、普通に写真用のカメラとして使うこともできますが、このように特徴的なデザインとなっていて、今回のキヤノンのカメラとは違いますが、この大きめのフレームというかスタンドとしても使えるような構造、こういった構造を採用していました。国内でも発売されていましたが、どちらかと言いますと海外、特に中国で人気が高かったようです。こちらはモニター、現在後ろ側を向いていますが、このモニターは前側にひっくり返して自撮り用のモニターとして使うこともできる構造となっていました。全体的にスリムなカメラで、今でいうところのスマートフォンでも代用できそうな機能を備えているモデル。当時はスマートフォンはまだあまり普及していなかったかと思いますので、そういう意味ではガラケーでは撮影しにくかった自分自身を撮影する、そういう用途で使うカメラとなっていました。こちらもやはり今回のコンセプトと同じようにレンズが上の方についているデザインとなっています。これはもう先ほどもお伝えした通り、前面側にディスプレイを向ける、あるいはディスプレイを装着する、そういうためにこの下側を開けておく必要があるため、カメラのレンズを上の方に配置したデザインとなっています。そこで今回のキヤノンのカメラですが、こんな感じでした。今回のキヤノンのカメラを見ていますと、若干ボディサイズはそれなりの厚さがありそうというところが見えてきますので、先ほどのキヤノンのカメラのようにこの下半分をひっくり返して前側に無理やりモニターを向けるバリアングレクションのように使うというのはおそらく難しいかと思います。また通常のバリアングル液晶でディスプレイを開いて前に向けるにしてもこういった下側はスタンドで設置しておかなければいけない関係上普通のバリアングル液晶も搭載できませんのでやはり、それが最初に予想した通りこのモデルはここに小さなモニターがついているものと思います。またレンズは少し出っ張っていることを考えますと単焦点レンズではなくてある程度ズームできるレンズが飛び出すような構造を備えている可能性もあります。ということで構造的にはキヤノンとしては初となる面白い構造を備えたカメラ、これが5月11日に発表されるということになります。 VlogCam ということで、もう 100% 自撮りを意識したカメラ、そしてキヤノンはそんなに動画ソニーと比べますと動画に強くないんですが今回のモデルはやはり Vlog ということでビデオを撮影することがメインでもありますのである程度動画撮影の部分におきましてもきちんと設計されたモデルになるかと思います。ただし今回のモデルそれ個人的には買わない方がいいのではないかと思っています。というのも VlogCam として人気の高いソニーの VlogCam、 最近ではレンズ交換式のモデル APS-C センサーを搭載したモデルだったりあるいは先日発表されたフルサイズのセンサーを搭載したモデルソニーからいくつか出ていますが初代のソニーの VlogCam ZV-1 ZV-1 ではなくて ZV-1、 この初代の ZV-1 この ZV-1 の後継モデルが実はまもなく発表される予定となっています。ZV-1 はどういったモデルだったかと言いますと、別売のこういったグリップを取り付けて使うこともできれば、カメラ本体は普通のカメラではあるんですが、バリアングル液晶で前側に向けて自撮りをすることもできるモデルとなっています。あるいはこのように上の方に風防をつけて風が強いシーンにおいてもちゃんと音を録音することができたり、あとは特徴的な機能としては、商品撮影モードといって、通常カメラというのは人物の顔の方を優先して焦点を当てるというところが多かったんですが、このモデルはちゃんと人の顔ではなく前に持ってきた被写体、商品レビューをするときで言うと商品がそれに相当しますが、そちらを優先してピント当てるという機能も搭載されるなど、とにかく動画撮影に特化したモデルとなっていました。ただし欠点としましてはこちら専用のアクセサリーを取り付ける関係もありますが USB 端子がマイクロ B になっていたり、あとレンズにつきましてもそんなに広角のレンズではなかったというところが欠点でした。それを解消するために、ズームレンズではなくて単焦点のレンズを搭載した ZV-1F というモデルも後に登場しましたが、やはりそちらはスペック的にもかなり見劣りするモデルとなっていました。ですので、レンズは交換しなくていいんだけど、この現行の ZV-1 のもっとスペックアップした後継モデル、それを待ち望んでいた方も多かったかと思いますが、そのモデルがまもなく発表となります。具体的には、6月から7月にかけて発売される予定となっていますので、早ければあと1ヶ月後ぐらい、そちらにはソニーから発表、そして発売がスタートする可能性があります。VlogCam としてかなり長い歴史を持つカメラということで、今回キヤノンから VlogCam が発表されますが、当然それ以上に高性能なモデルになっていることが予想できます。また、キヤノンのカメラとは違い、このソニーの VlogCam というのは、いわゆる普通のカメラの形をしていますので、動画だけではなく写真撮影もしやすいモデルとなっています。ですので、せっかく今回、キヤノンから新型の VlogCam が登場することにはなりますが、このソニーの VlogCam ZV-1 の後継モデルが出るということで、それ個人的にはキヤノンのモデルよりもこちら、ソニーから出る予定の ZV-1 の後継モデル、そちらを買った方がいいというのが結論となっています。まあ、いずれにしろ今回、キヤノンからまだ詳細のスペックとは明らかになっていません。ですので、もしかしたら、このキヤノンの VlogCam、その他のメーカーにはないような超広角レンズ、例えば GoPro のような超広角レンズを搭載した状態で発売する。アクションカメ的な使い方もでき、なおかつ GoPro よりも綺麗な映像が撮れるとか、そういったことがあるならば、もしかしたら買ってもいいかもしれませんが、汎用的なモデル。自分を写したり、商品レビューをするときに使ったり、そういったちょっと中途半端な、何でもできるけど、ちょっと中途半端な仕様のものであるならば、もうこのモデルよりも万能的に使えるソニーの ZV-1 の高級モデル、そちらを買った方がいいように思います。いずれにしろ今回5月11日に発表ということで、間もなく発表となりますので、発表がありましたら、キヤノンのこの新型の VlogCam、どういったモデルなのか、詳細なスペックだったり、発売日、価格につきましては、また後ほど別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。また、現在販売中の人気のカメラ、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、何か今すぐいいカメラが欲しいという方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。